はい、どうも、カッパ院長です。じゃあね、この動画もちょっとなんか不良外来者に関係するお話なんですけどもね、入管法改正の話あったじゃないですか。もうね、もう特定野党界隈とか、もう反日売国税がさ、まあ、あがくあがく。ね、もう間もなくだから、もう、なんだろう、危機感というか、だからもう、どうにかして、ね、どうにかして、最低でもなんかもう、なんか抜け道というか、骨抜きにしてやろうっていう、このあがいてるわけですよね。で、まあ、この仏壇坪井民と自公、岸田さんたちと、例えば立憲なんかがね、激しくこの唾飛ばし合ってるわけですけども。一方ですけども、とある半島のあの国、お隣のね、あの国なんかが、要はこの外国人労働者への待遇は日本よりもはるかにいいんだっていうことで、じゃあちょうどいいですね。日本じゃなくて半島に行ってもらえばいいんじゃないですかっていう、そういう話ですよね。いや、ぜひそうした方がいいですよ。特に埼玉、川口、クルドとかね。あとこのグエンさんとかもそうですよね。なんだったらお前ら同胞だよ、同胞。まず同胞だよな。ぜひそうしていただきたい。っていう話をちょっとね、順番に見ていきましょうかね。いや、ちょっとなんか、あれですね。ちょっとなんか興味深い、いい話が。いい話になってればいいんだけどな。どうかわかんないですね。まあいいや、ちょっと順番にね、見ていきましょうかね。入管法改正ですかね。永住、許可。それはほら、永住権って言い張ってるって話をこの間したじゃないですか。ね。この永住許可、この取り消し、悪質なケースに限定するなんていう説明をね、要はこの岸田さんたちはしちゃうわけですよ。そんなん必要ないですよね。いや、問答無用じゃん。悪質なケースって、その悪質なのかそうでもないのかっていうのは誰かじゃあ判断するんだよ。で、その判断は正しいのかよ、常に。いや、例外なく一律、ね、取り消し、ね、国外退去じゃないの。ね、そうしないとダメだよね。で、首相がね、この慎重に運用するからっつって、ね、説明して、で、それに対してこのね、立憲さんなんかは、規定の削除を要求するっていう、本当なんかもう日本のこのバッチつけた国会議員でも何でもねえよな。衆院法務委員会が15日、岸田首相が出席し、技能実習に代わる、外国人材受け入れ制度、育成就労ですよね、の創設を柱とする入管難民法などの正規案の質疑を行ったと。永住者が税金や社会保険料の納付を故意に怠った場合、永住許可を取り消し可能とする規定について、首相は対象は一部の悪質な場合に限られると弁明。いやいやいや、それもおかしな話だよね。大多数の永住者に影響を及ぼすものではないと。影響を及ぼせっておかしいな。で、だからまあ、理解を求めたんだってさ。なんか公明の大口さんっていう方からの、に対する答弁かな。で、立憲の誰だっけな。永住者の未納がどれだけあるのか、調査を行ってないじゃないかと批判して、法令の必要性や正当性を根拠裏付ける、根拠付ける、で、立法事実があるとは言えないとして、規定の削除を求めたっていうんですよね。どこの政治家なんだよな。いや、例外なく放り出さないとダメでしょ、こういうのはね。まあ、立憲だしね。何がしてんだよっていうか、立憲らしいっちゃらしいよな。ね、もう不良外来種っていうか、もう反日売国税はもうこれだから、やっぱりな。だって悪質かどうかってほぼ悪質だろう。慎重にする必要なんかないよね。問答無用、一律退去だよね。何言ってんだって話だよな。だったら法律がそもそもいらねえって話になっちゃうな。ていうか、そもそもこういう輩にさ、なんで永住許可とか降りてんだろう。そこだよね。
だもまずこの永住許可の要件っていうのかな、緩すぎるんじゃないの、ね、なんでこのそもそもけしからんやつらに、うん、付与されてんのかっていうそこだよね、うん、そこから改めていかないとダメだと思うよね、うん、で、メインはこっちかな、ね、あの国の、ね、この韓国の外国人労働者への待遇が日本よりもはるかにいいとまあそれが嘘か本当かどうでもいいんですよ、ね、日本からとんの、ね、わずかでも減ってくっていうかそもそもはさ、ね、同胞は、ねうん、待遇なんじゃねえだろ、そもそも帰国事業をさっさと進めなさいよ。まあいいや、僕はあの韓国メディアの記事ですかね。アジアの新興国の労働者たちが働きたい国ランキングが日本から韓国に変わりつつあると。いや、いいことじゃないですか、素晴らしい。で、韓国の給与が日本よりもはるかに高いためだと。まあ円安だしね、だからいい機会だから、もう総特会ってか、総特会じゃないな、なんつうんだろう、うん、いやもう韓国に行った方がいいっすよ、マジで、うん。で、記事によると韓国はカンボジアから製造業、建設業、農畜産業、造船業の4業種に限って、労働者を受け入れていて、いずれも日本より給与が高いと。いや、遠慮すんなよ、全部で行けよ。で、22年の円換算した韓国の製造、建設、農畜産業の外国人労働者の月給が平均27万1000円で、日本の21万2000円より6万ほど高いと。ああ、これはもう、これはもう日本にね、うん、日本にいる場合じゃないよね。で、日韓は両国とも法律で外国人労働者に自国の最低賃金を保障していると。で、今年の韓国の最低賃金は時給9860ウォン、地域業種別に最低賃金を差別化する日本の平均1004円より1000ウォン以上、高いと。で、記事では日韓は少子高齢化による人材不足を外国人労働者で補って産業の競争力を維持しているため、韓国は外国人労働者に人気であることは確実にプラスの側面があると。いや、いいじゃないですか。で、ただし、畜産農家と来月から外国人労働者を受け入れる、外食、宿泊業者は最低賃金の差別化ができないため、生産性のはるかに高い製造建設業と同じ最低賃金を保障すると人を雇えば雇うほど利益が減ってしまうとで、日本は最低賃金の差別化により、製造業の賃金を農水産業やサービス業より1割から2割高く設定している。で、製造業も鉄鋼や自動車など業種別に細かく差別化し、生産性に合わせて賃金を支給していると説明していると。まあ何にせよね、まあこの後もぐた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 続くんですけども、うん、まあそもそもだってこの法律、韓国でその法律が守られてないんですけどね、最低賃金保障のね、うん、だって最低賃金もらえているのは2人に1人とかだったんだよね、確か韓国はね、うん、ね、未払いってやつですよねまあまあまあ、そんなの内緒にしといてさ、ね、全部ぐっすりぐっすり日本から持ってってもらいたいですね、うん。ということで、今回は以上です。